はい、こんにちは、まめと申します。スクールボーイズ夢の岬大変だいぶ噛んじゃった。夢の岬大変、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで今回は昨夜くん編に行きたいと思うので、校舎裏にまず行きたいと思います。はい、校舎裏へ行こう。でも一体どうしてそんな場所にいるんだろう。校舎裏といえば、告白。いやいや、だったらトムくんがそれを知ってるのはおかしいぞ。そういえばじゃれ合うとかなんとか言ってたような。わあ、もしかして告白の先のことを。いやいや、それは校舎裏というより体感倉庫だろ。っていうか三崎学園は男子校なのにそんなことがあるのか。さまざまな憶測を浮かべながら俺は校舎裏に向かったと。校舎裏といっても学校は広いし、どこにいるんだろう。めっちゃ広いですね。駆け回りたい。俺が校舎の、角を曲がろうとした瞬間、その向こうから声が聞こえた。翼、好きだー煩悩炸裂さっくん。今の声はさくやくんだ。好きだってやっぱり告白だったのか。しかも相手はあの一ノ瀬翼くん。俺は期待に胸を躍らせ、そっと様子を覗き込んだ。するとね、あれ？一人？さくやくんがしゃがんでるだけだ。もしかして告白の練習でもしてるのかな？なんて思っていると、さくやから何かが飛び出した。ワン！ワンワン！青い翼！どこ行くんだ？かわいいっす！このね、翼、かわいいですよね、ワンコちゃん。犬だ。どうしてこんなところに。そんなことを考えていると、その犬は俺に向かって飛びついてきた。うわ、ちょっと。俺は思わず尻もちをついてしまった。犬はそんな俺に構わず何度も頬をペロペロと舐める。かわいす。ブスだ。お前どうしてここに。サクヤくん、このワンコをどうにかしてくれ。顔中唾液まみれにされながら俺は昨夜に懇願した。ああ、こら翼、この人から離れなさい。昨夜がそう言うと翼は素直に言うことを聞き、俺から離れた。超慕ってる。ああ、かわゆい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 よ。どっちもかわゆい。これはいいショット。このさ、翼の舌出してるのがめっちゃかわいいよね。これは惚れるわ、翼に。よしよし、いい子だよ。昨夜は犬の頭を撫で、そのまま優しく抱きかかえる。さっくんっていつもなんかさ、ムッてしたりさ、キリッてした表情が多いからさ、このなんかデレデレなんていうかな、なんかこの優しい雰囲気のお顔ってなんか珍しくていいですよね。昨夜くん、その犬どうしたの。最近この学校によく姿を見せるようになったんだ。やけに人懐っこいからつい可愛くて面倒見てやってんだよな、翼。昨夜は普段の彼からは想像できないような優しい顔で翼の頭を撫でる。昨夜くんって犬好きだったんだね。さっきは翼好きだなんて声が聞こえたから本当にびっくりしたよ。翼くんが2組の、昨夜くんが2組の翼くんに告白してるのかと思った。なあ、アホか。誰があんな弱虫へにゃへにゃ野郎のことなんか好きかよ。すくかよ。ふざけたこと言ってんな。そう言って昨夜はいつものツンとした表情に戻った。ごめん。まさかワンちゃんとおしゃべりしてるとは思わなくて。なんだよ、犬と喋ってちゃいけねえのか。そういうことじゃないよ。なんかその、かわいいなと思って。ごめんなさい、めっちゃむせてた。うっせえな。殴るぞ、この、殴ってる、もう。殴ってます、ご褒美かな。ごめんな翼、怖かったか。翼に言ったんじゃないぞ、このアホに言っただけだから怖がらなくていいからな。そしてこの差である。
犬に優しくて人に厳しい、こんなジャンル聞いたことがないぞ。ツン犬？いや、犬デレか。さっきから思ってたんだけど、そのワンちゃん翼っていうの？もしかして、咲夜くんが名付けたのかい？はぁ？ちげえし、なわけねえじゃん。誰が好き好んであの一ノ瀬と一緒の名前つけんだよ。もともとついてたんだよ、もともと。ったく、冗談も、冗談も顔だけにしろよな。だから違うって、翼じゃなくてバカ、大バカアホタレ野郎に言っただけだから。でもこの犬って野良犬なんじゃないの？どうやって元々の名前が分かったの？うっせえな、んなことどうでもいいだろうが。さっさとあっち行けや、さもないとまたぶん殴るぞ。違うよ違うよ、僕は僕になってる、サッキュンが全然怒ってないからね。やばい、最高に燃ゆるこれ。ほら、だからほら、安心してね、ね。もはやコントだな。翼ちゃんでいいのかな。その子、野良犬の割にはすごく毛並みもいいし、それに首輪までつけてもらってるけど、それってやっぱり咲夜くんが全部してあげたの？そうだけど、なんか文句あんのか？いやいや、すごいな。まるで本当の飼い主じゃないか。翼ちゃんも、こんな優しい子に面倒見てもらえて幸せだね。あはは、すごい、ちゃんと返事してくれた。それくらい当然だ。翼を見くびるなよ。そう言って、昨夜は翼を下に置いた。翼、お座り。言われた通り、翼はお座りのポーズを取った。お手。おかわり。チンチンってどうやるんだっけ、こう、ヒュッてするんだっけ。今、画面の前でこんなにしても、わかんないよね。いつもね、あのね、実況撮ってても、すっごいね、ジェスチャーが多いんだよね、私。ゴロンゴロン。ざっとこんなもんだ。超ドヤってるよね今、さっき。すごい、全部ちゃんと言うこと聞いてる。当たり前だ、翼は賢いからな。そうだ、ご褒美をあげよ。昨夜はポケットの中から犬用の餌と思われるものを取り出し、翼の頭の上にちょこんと乗せた。翼待て。言われた通り、翼はまるで石化したように微動だにしない。よし。そう言われると同時に、翼はひょいと頭を動かし、落ちてきた餌を見事にキャッチして口の中に入れた。すごい芸当だね。俺はその見事な芸当に思わず拍手を送った。感動したよ。こんなにもしつけができてるだなんて。犬の面倒を見るのは慣れっこだからな。ということは家でもワンちゃんを飼ってるの？今はもういないけど、昔飼ってた。その時に世話の仕方は一通り覚えたんだよ。偉いね。普通そういうのって両親に任せちゃうのに、自分でずっと世話してたんだ。別に好きでやってただけだし。少し照れたように昨夜が言う。普段とのギャップに俺の胸は高鳴った。ねえねえ、撫でても大丈夫？さっくんも。ああ、嫌がって暴れたり噛んだりは絶対しないから安心しろ。ありがとう、それじゃあ。撫で撫で。やっぱり俺はそっと昨夜の髪を撫でた。わあ、やっぱりサラサラだ、すごい。いや、ほんとね、ストレートのサラサラ髪ってさ、こう指通したくなるよね。わかるわかる、すごくわかる。アホか。俺の手は無残にも払われた。嫌がって暴れたり噛んだりはしないって言ったのに、ブーブー。どう考えたって翼のことだろうが。
猫山みたいにくだらんことしやがって。あはは、ごめんごめん、冗談だって。今度こそ俺は翼の頭上、頭の上に手を置いて優しく撫でた。おお、撫でられて可愛いす。もうなんかお腹のところに顔をうずめたい。俺今まで動物にあまり触ったことなかったから感激だよ。なんだ、人にはふざけたことしてくるのに動物にはうぶか。翼はいい子だから、お前みたいなやつにも撫でられてくれる。感謝しろよ。うん、いやー、校舎裏を見に来てよかった。ああそうだ、お前なんで俺がここにいるって分かったんだ。トモ君が多分ここにいるんじゃないかって教えてくれたんだ。あいつか。おいブスだ、お前翼のことは他のやつに言うなよ。あいつにもそう言っとけ。え、どうして？他のやつに知れてそれが広まると面白がって翼を見に来たやつが何するか分かったもんじゃね。知識ないアホが犬に悪影響あるものを食わすかもしれないし、知らんやつがゾロゾロと来たら翼が怯えちまう。そうなんですよね、トモくんが知ってるのはね。ポッキーをね、この翼に食べようとしてね、サッキュンに殴られるっていう、まあこれも漫画です。あの作者様のホームページにあるので、ぜひぜひチェックチェック。なるほど、わかった、トモくんにもそう伝えておく。おう、よろしく。昨夜と俺が話し終えると翼が一生懸命何かを訴え出した。昨夜くん、これは抱っこしてほしいんだよ。ほら、優しく持ち上げて抱っこしてやってくれ。って言われても、俺犬はもちろん子供すら抱っこしたことないのに。たくしょうがねえな、こうやるんだよ。そう言って、昨夜は俺に近づき、翼くんの抱っこの仕方を、文字通り手取り足取りを教え始めた。サッキュンが近い。もはやこれ密着状態じゃん。俺の息が荒くなる。翼に噛みつかれるぞそんな。サックに興奮してたら、おい落ち着いてちゃんと持てよ、翼が落ちるだろ。そんなことしたらただじゃおかねえぞ。殺されちゃう。わかったわかった。ああまさか彼がこんなにも近くまで接近してくれるなんて。普段近寄りがたい雰囲気が出ている分、この喜びはより強い。そして不器用ながら翼を抱きかかえれた俺は、その柔らかな毛の感触に浸りつつ初めての抱っこを楽しんだ。ああ、動物と触れ合いたい。翼もだいぶお前に懐いたみたいだな。嬉しいな、こんなに仲良くなれるなんて。ワンちゃんだけに限らず、動物ってもっとガオガオ吠えて威嚇してくるものだと思ってた。よかったらまた翼と遊んでやってくれよ。いいの？まあ翼がお前のこと気に入ってるみたいだし、特別に許してやるよ。やった、嬉しいな。翼ちゃん、これからもよろしくね。昨夜翼にちょっと近づいた俺は、集合時間が迫っているのに気づき、翼を帰らせて俺たちも教室へ戻るのだったと。あれです、あの見たやつをスキップするモードにしてたんで。何してんだよと。なんだろう、いや何でもない。あ、そっか、お家がね、迎えてくれるか不安になってたんだよね。さくやくんたちともっと仲良くなって美咲祭を一緒に過ごしたい、そんな気持ちを抱きながら俺は眠りへと落ちていった。じゃあまた変化があるまでカットかな。はいはい、これはあれですね、朝登校中ですね。おい、なんだろ、え、サブちゃんが引かれそうだったのが俺が引かれそうになったんですね。うわ、一瞬のことで訳が分からなかった。誰かが俺の袖を引っ張って目の前のトラックが通過した。危ねえぞガキ、信号はきちんと曲がるとるれ。もうね、興奮しすぎて何言ってるかわからないんですよね、これは。トラックの、捨て台詞を聞きながらぼーっと前を見ると、信号は赤だった。
何このご褒美。何考えてんだてめえ。危うく死ぬとこだったんだぞ。俺に怒鳴っているのは昨夜だった。昨夜に引っ張られて倒れ込んだ俺は彼に抱きかかえられるような格好で歩道にへたり込んでいるのだった。怒っても必死な顔かわいいな。そんな表情もそそるぜ。ほうけた俺は昨夜を間近で見て思った。たく、朝っぱらからヒヤヒヤさせやがって。ごめん、昨夜くん。ちょっと朝からいいことがあって浮かれてたから。はぁ？浮かれてただ？何がそんなに良かったってんだよ。いやー、ただ今日も中学生としてみんなと一緒に学園生活を送れるんだなーって思ったらなんか嬉しくてたまらなくてさ。はぁ？そんなアホみたいな理由で車に惹かれかけてんのかよ。いっぺん頭見てもらった方がいいんじゃねえのか、このノータリンが。なんかノータリンってすごい久しぶりに聞いたんだけど。ごめんなさい。だいたいお前さ、昨日言ったばかりだろ。え？翼と一緒に遊ぶって。ああ、うん。確かに言ったね。だったら翼が悲しむようなことす、すんなよな。ごめんよ。今後気をつける。心配してくれてありがとう。勘違いすんなよ。俺は翼が悲しむと思って助けただけなんだからな。何この沈黙。なんで黙るんだよ。俺が悪いみたいじゃねえか。そう言って昨夜は罰の悪そうな顔をする。そんな、昨夜くんは何も悪いことなんかしてないし。言葉が身に染みたから黙ってたっていうか、むしろ叱ってくれてありがとう。叱られたのにありがとうってマゾなの？いやいや、そういうことじゃないけど。俺は叱られて正しいことに気づかされたわけで、今後いい方向に、行けるように導いてもらったわけでしょ。だからこういう時ちゃんとお礼を言わなくちゃね。そう。この年になって叱られるってのもあまりないしな。っていうか、そもそも君のような初太に叱られるなんて我々の業界ではご褒美以外の何者でもないんですがね。あそこにいるのは、おーい翼くん。進む先を見るとそこには翼がいた。あ、マメオくん、それにサクヤくん、おはようございます。おはよ。はよ。なんだか珍しい組み合わせですね。はあ、なんか文句あんの？いえ、そういうわけじゃ。そんな突っかからなくても。別に突っかかってなんかねえよな、一ノ瀬。そのち、不満げだな。お前みたいなのはおとなしくうなずいてりゃいいの。いちいちムカつくな。はい、ごめんなさい。サクヤくん、そんな言い方ないんじゃないの。もっと優しくしてあげないと翼くんが萎縮しちゃうよ。別にいいし。マメオくん気にしないでください。僕もう慣れっこですから。でも、それにサクヤくんも決して悪い人じゃないんです。ちょっと怖いところもあるけど、優しい時もあって。おい、何勝手なこと言ってんだよ。俺はお前に優しくした覚えなんかねえぞ。ごめんなさい。ああもう、やっぱ俺こいつダメだ。俺先行くわ。そんじゃな、ブスだ。ちょっと。昨夜は俺の声に振り向きもせず先に学校へ向かって行ってしまった。行っちゃいましたね。だね。それにしてもあそこまで冷たくしなくてもいいのに。でも昨夜くん、ああ見えて昔は親切で優しかったんですよ。そうなの？はい。でもある日突然冷たくなっちゃって、
それからはずっとああなんです。好きっていうのに気づいてからってことかな。その理由は分かってるの？いいえ、よく分かりません。僕、何かしちゃったんでしょうか。咲夜くんは特に何も言わないし、念が優しいのは知っているので、僕は今の感じでも平気ではあるんですが。そっか、気になることはあるけど、翼くんが平気ならそれで。はい、ですから心配しないでください。そう言って翼は力なく笑った。うん、わかった。これ以上このことを話題にするのも良くないと思い、別の話題に切り替えて俺たちは一緒に学校へ向かった。じゃあまたカットかな、カットかなとか言ったんですけど、意外といい時間になってるので今回はここで終わっときますか。こっからまたちょっとイベントがねあるので、なので今回はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。でまー。